それではこの表題の文献を紹介させていただきます。この文献についてはまあこちらをご覧ください。でこの論文はかかりつけ解析論文なのでちょっと前の話になります。従来のかかりつけ解析手法での、 その分類のところにニューラルネットワークを初めて使ったっていうふうな論文になります。まず、かかりつけ解析、ディペンデンシーパージングというんですけどについてちょっと触れておきたいと思います。これは、例えば、この例ですと He has good control っていうふうな文があります。でそれぞれの単語の、依存関係をこのような矢印で表すようなタスクになります。例えば、has っていう動詞に対してその動詞の主語となる he に、っていうふうな関係っていうのを解析するようなタスクです。で、このように誰が何をどうしたというふうな情報が分かると文の意味をよりシステムに理解させることができるのではないかと期待されています。はい。ディペンデンシーパージングの中の手法にトランジションベースとディペンデンシーパージングっていうふうな考え方があります。これは入力文中の単語各単語に対してその単語ごとに次にどういう操作をするかっていうのを局所的にその選択を繰り返して一つのキーを作る方法になります。この手法の中以下の3つの選択、アクションを実行することを繰り返します。1つはシフト、これは後で出てくるんですけどバッファーの先頭をスタックの最後に移動するっていう操作です。2つ目レフトワークっていうのがスタックの先頭2つを右がヘッドとなるようにつなげる。でライトワークっていうのがスタックの先頭2つを左がヘッドとなるようにつなげるような操作になります。詳しく説明します。で、まずスタックとバッファーっていう2つのボックスがあります。でバッファーの方にインプットとなるセンテンスを入れておきます。バッファーの先頭にある he をスタックの最後に移動するっていうシフトを行います。でまた has をスタックの方に移動してシフトをします。でこの he と has が並んでいる状態で次のアクションとしてレフトワークを実行します。そうすると has って単語の左下に he が作られます。でハズがヘッド、親でヒーが子となるような関係ができます。で次にグッドをシフトして、コントロールをシフトしてでグッドとコントロールを、レフトワークして、コントロールの左下にグッドが入ってきます。で、実行して、こんな感じの操作を繰り返して、最終的にはルートがヘッド、一番トップの親となるようにして、このような依存関係のツリーを作るというのがこのタスクの目標です。はい。で、先ほどの3つのアクションがありましたが、その3つのうちどのアクションを実行するかというのが分類器の判断によって決められます。で、これまでの分類器だと、その単語やそれらの組成の情報を使ってより多くの組成の組み合わせというのを組み合わせ
をのテンプレートを表しているもので、例えばシングルワードフューチャーだったら、その一つの単語の組成を見て判断するようなものです。でワードペアフューチャーズっていうのは、ある単語とある単語の組み合わせっていうのを考慮してそれを組成に使うっていう、まあ、2グラムに近いものですね。で3ワードフューチャーズっていうのは、これは、まあ、いわゆる3グラム、そのある単語とある単語とある単語のその組み合わせっていうのを考慮して、それを組成に使うっていう方法です。で、これには問題点があります。ある単語とある単語の、その単語間の、相互作用っていうのが強く依存してて、まあ、同じような単語でも全く違う単語として扱われるので、なかなか特徴を捉えきれなかったり、まあ、データの量が膨大に必要となります。で2つ目、例えその組成の複雑なルールを書いたとしても、その あらゆる単語の全ての組み合わせっていうのを、ルールとして、表現することができないという不完全性があります。でそこでこの論文では入力ネットの部分がここで入力となるインプットレイヤーに、今の状態の単語を、結合した、ベクトリっていうのを作って、でそれに、それらの単語の品詞情報のエンベディングをコンキャットして、でさらに、今の状態の依存関係のラベルをまたさらにコンキャットして、インプットレイヤーのインプットのエンベディングとして使用します。でそれを、まあ、学習して、最終的に次にどのアクションを行うかを分類するっていうふうなモデルです。とこれらを使って実際に仮期解析の実験を行います。でデータセットが、まあ、今回の実験では3つ使っています。で PTB っていうのがペンツリーバンクっていう英語の大規模な教師データになります。で CTB っていうのがチャイニーズのデータセットです。で結果ですが、まあ、従来の手法、まあ、ベースとなる手法がこのスタンダードがイーガーというものになって、それらに比べて、提案手法のスコアが、まあ、2% ぐらい上がっているというふうな結果です。でスピードの方も、まあ、見ると、従来の方法に比べてかなり速いスピードで予測が行えているというふうなことが分かります。で、これらのモデルの、コンポーネントの比較を行っています。で左の図が、活性化関数を変化させた時のスコアの変化です。で、ハイパボリックタンジェントシグモイドは分かると思うんですけど、ここでキューブアクティベーションファンクションというのを提案しています。これは x の3乗の関数を活性化関数に使うというふうなもので、それを使うと一番スコアが高いという結果になりました。であと、ワードエンベディングを、まあ、プリトレインするか、プリトレインしたものを使うかランダムを使うかという結果で、まあ、プリトレインした方が高いスコアになったという結果でした。一番右が、使う組成、インプットとして使う組成を変化させた時の結果で、まあ、一番は、単語とその品詞とラベルをくっつけたものが一番高いんですけど、それを単語と品詞だけ、あと単語とラベルだけ、あと単語だけという結果も比較しています。こちらが、学習された品詞のエンベディングの、グラフ
の位置を表したグラフになります。こちらがラベルのエンベディングのグラフで、こちらも、近しいラベルが近い位置に分布していることが分かりました。はい、結論コンクルージョンです。ニューラルネットワークを使った下流域解析手法を提案して性能が向上しました。単語や品詞依存ラベルの分散表現を使うことで、類似性というのを考慮することができてできます。でまた組成の組み合わせを人手で作る必要がなくなるというメリットがあります。以上で発表を終わります。